インテル、ミラノの日本代表、長友が今季から名門の副将を務める可能性が出てきた19日にキャンプ地のイタリア北部金層路で行われたファン交流イベントで、今季から新首相に就任したラノッキアが、副キャプテン、長友になると思う、と明かした。長友は昨年12月に AC ミランとのダービーで初めてキャプテンマークを巻いて、ゲーム首相を務めている。